エンタープライズアプリケーションインテグレーションとは、企業内における、多種多様なコンピュータシステム群や各種、ビジネスパッケージ群を有機的に連携、統合させ再構築し、より戦略的な機能や情報として提供する機能、およびミドルウェア、アプリケーションパッケージや、統合技術のこと。機関システムと、電子商取引システムの接続や、企業間の合併に伴う、 システム統合手段としても活用される。EAI が提唱され始めたのは1990年代終盤であり、この頃にトレンドだった TP モニター技術やサーバー間メッセージキューイングを呼び、まだ十分な機能を提供できないウェブアップサーバーなどを連携してシステムを構築することが多かった。また、当時の通信ベースでトレンドであった、超馬や MQ なども、 実装するには大きな費用が必要であり、当然対象となるシステムも大きな作り込みを必要とし、比較的大規模なものが多く、EAI により新設されるサービスの利用者数も大きな設定となっていた。このため EAI の共通キーワードとして、個々のシステムを有機的に結びつける EAI パッケージを載せるサーバーをハブサーバーと称し、 高度な機能と高性能を持つユニックスサーバーの最上機種を使用することも多かった。このような特性から EAI 開発の費用や提供価格もかさみ導入に至るケースが非常に少なかった。日本国内においても提供サービスに EAI を載せる IT 企業群も多かったが実際のシステム提供まで至る案件数は大企業に限られたため非常に少なく 言葉自体も立ち毛となりつつあった。しかし、インターネットやイントラネットの発展により、システム同士をつないで自動化するニーズが、企業側から顕在化するに至り、インターネット標準技術を使用した製品が、開発され普及を始めた。また、技術的にも、XML や RSS といった、インターネット技術や、オープンソース製品や、 ストラッツや Ruby on Rails などのオープンなフレームワークによる各種機能部品が簡単に入手できるようになり Web 間のシステム連携が普通のことになり出した2000年代中盤において機能的に反復使用されるような部品的な機能の集合として EAI 製品が活用され個々の部門サーバなどに導入されるようになってきているさらに近年では ウェブサービスを技術基盤とした ESB という手法によりアプリケーション統合も普及を始め各種 EAI 製品は ESB 機能を組み込み始めており製品カテゴリーとして EAI と ESB の区別は消滅しつつある。ありがとうございます。